イクリピシアム・はマニアム・エビアンのドミニ1554、ベスック・インアナム・ドミニ1606アッケラタ、デスクリプティオイ・ピカチャー、1556キュプリアヌス、レオイティウスは、16世紀ボヘミアの数学者、天文学者、先生術師である。フラデツクラーロベー近くのレオニキアで生まれ、シュバーベンのラウインゲンで没した。チェコ語での本名は、 シプリアン・カーセック・ローボ・ビッキー・ゼル・バビッチで、ドイツ語式にシプリアン・フォン・レオビッツとも呼ばれる。彼は、プファルツ選定校、オットー・ハイン・リヒ・お抱えの数学者になり、1569年には、天文事象に関して様々な学者と対話を、重ねるために旅をしていたティコ・ブラーへの訪問を受けた。彼は、その予言で当時広く知られていたが、時としてそれが上昇を招くこともあった。 彼の名を有名にした先星術に基づく予言の中で当たったものは一つもなかった。例えば、彼は神聖ローマ皇帝マクシミリアン二世がいつかヨーロッパ全土ないし全世界を支配すると予言していた。その一方でスレーマン一世が神聖ローマ帝国に侵攻し、ハンガリー王国の主要都市、シゲトを占領するが、マクシミリアンはこれを防ぐことができないとも予言していた。 これら正反対にも見える予言は、どちらも外れた。特に世の中を騒がせた予言は、ノアの大洪水の再来によって、世界の終わりが1584年に訪れるという、もので、信じ込みやすい人々を混乱させた。その予言は1564年に出版された、大会合の書、1584年まで歴年続く20年間の、先税で示された。この本は、 ラウィンゲン版を皮切りに、ロンドン版、ビッテンベルク版、マルボルク版などが出版され、1568年には、フランス語版も出された。この作品の中で世界の終わりの主要な根拠の一つとして示されたのは、1583年に創業宮で木星と土星が合わせになる。火の宮の合わせで始まった世界は、水の宮の合わせで幕を閉じるというものであった。 16世紀において、大洪水で世界が終わると脅かした予言は、これが初めてではなかった。ヨハネス・シテフラーは1524年2月に、すべての惑星が創魚偶で合わせとなることから、大洪水が起こると予言し、大きな騒ぎを起こした。しかし、レオイテウスの予言でも、再び混乱する人々が多く現れたのである。同時代のフランス人作家、ルイ・ギオンは、その著。 様々な教訓において、1584年の混乱をこう記している。1584年、前期リスト教徒の間で、おそらく今年中に世界が終わるという噂が広まっている。多くの人々がそれに怯え、断食や国会をして、生体を受け取っている。同じ口名はあげたくないが、この国の市場長であろうと偏教であろうと、遺言書をしたためている人々がいる。 そこに、私が居合わせた時には、すべてが滅びるなら、相続人も遺産も滅びているでしょうにと指摘してあげた。レオイティウスは1574年にシュバーベンで没死したので、全地が水に覆われることになるかどうかを見届けることはなかった。レオイティウス自身の著書として以下のものがある。彼の著書は、フランス語圏では、抜粋、再編集されたものが何度か出版された。 ありがとうございます。